お、おるじゃん、首なし。コースの間では君の話題がよく上がるよ、ミスター YouTube。どういたしまして、くしゃみがよく出ると思ったよ。興奮しすぎて自分の顔を変えたい衝動を抑えられない。トークス、お前そのままでも可愛いぞ。チョメさんね、あまいいや、あま言うあま。むー。あっちへ行け、汚しい獣目。なんか整形したいっていう女の子いるけどさ、整形前とか可愛いのになんで整形したいんやろうって思う時あるっちゃ。本当にうまくいくのか、チューリップ。でもね、トンクスの場合ね、ちょっと髪の毛伸ばした方がいいかもしれない。うまくいく確率は高いわ。最悪、フィルチ以外の誰かにいたずらが発動してしまうってとこだね。ね、トンクス、ちょっともうちょっと髪の毛伸ばしてさ、ちょっと女の子っぽくしたら、女の子っぽいとかなんか、あれだけ表現おかしいけどさ、ね、もうちょっと可愛くなれると思うけどね。動きやすいんかな。まあ、本当に最悪の事態を言ったらミセスの実に目をえぐらっぐり取られるかも。そんなこと言われると不安になるよ。もうミセスの実おるやん。びっくりしたわ。とにかく目立たないように普通に振る舞おう。誰も見てない時に臭い玉を置いてくるよ。じゃあどうなるのこれ。3時間か。目立たないようにする。おお、十分真ん中に立ってるので目立ってますから、残念。じゃあ続きます。すいません。なんか今日滑ってばっかりだわ。ではやっていこうかね。目立たないようにする。3時間ね。どんな感じで目立たないように。ちょっと待ってくれ。これはさ、すごくさ、目立つよね。じゃあやっていこうか。ミセスノリスに行こうかね。シャー。チューリップと話す。レイクピックがホグワーツに通ってた時、誰と友達だったか調べてるの。スネープ先生とかじゃない？緊張しすぎて自分の顔を変えたい衝撃。そんなに、変な顔ではないと思うけどね。あっちへ行け、来たらしい。マジか。ミセスノリスか。ムー。ムーとか言うんだね。シャー。なんかミセスノリス好きだわ。これも同じだね。これ顔変えたいって言うんでしょ、どうせ。ね、同じだった。で、あっちへ行けでしょ。じゃあ、どんどんやっていこうかな。ムー。どんどんやっていくね。で、音楽いいね。なんか、やっぱり。何度聞いてる。音のバグは治ったな。目立たないようにする。じゃあ続き、回復してきました。もうこれね、全部同じだからね。ちょっと流しますね。むー。ミセスノリス、ずっと、タップしてたいわ。もうこの辺も全部同じだな。よし。じゃ、カットしたいけど、カットはしませんよ。なんかミセスノリス、今喋らんかった。あ、違うよな。ラグだよな。うん。ちょっとタップしすぎたから。フィルチさんの言葉だよね。ゲット。目立たないようにできたかな。フィルチが所定の位置に来てる。今なら誰も見てないわ、チョメ YouTube。今よ。楽しみ。テーブルにこの匂い玉が入った箱を置いて、フィルチが開けることを祈るしかない。すっごい目立ってると思うけどな。みんな見てると思うけどな、座ってる生徒。この箱は怪しいと思わないか、ミセスノリス。シャー。もうみんな生徒全員が知らん顔してるな。去年管理人室に置かれていたものを思い出す。プレゼントかと思いきやいたずらだったな。同じ箱だしね。しかもこれもいたずらだろう。開けない方がいい。にゃー。だがこれが本当のプレゼントという可能性もある。この学校の秩序を守るものとして一つくらい送られてきてもおかしくない。かわいそうに。どっちなんだ、気になる。箱を開けて確かめてみるか。いや、ごめんよ、他の生徒。臭い玉が入ってる。食事中すまんよ、他の生徒。他のにしとけばよかったな。臭い玉だ。急げ、ミセスノリス。黒い子で洗い落とすの。わ、ちょっと失敗したな。ごめんね、みんな。ビルごめんよ。やったわね、チョメ。ヒルチがあんなに猛ダッシュしてるのを見たのは、ビーブスを、に履いているスラックを燃やされて以来よ。生徒たち逃げないんだね。すごいね。今がチャンスだ。フィルチの管理人室に行って、講義を探さないと。私も一緒に行くわ、チョメ。君も来るか、トンクス。私は遠慮するわ。もう少しで、ここでフィルチを笑い飛ばしてる。もう少しここで、だね。みんなよく平気でやってるな、勉強とか。すごいな。じゃあ行こっか。ここだね、フィルチの管理人室。懐かしい。
でもサイドクエストではすぐ入れたんだけどね。フィルチなら会議室の鍵を開けられないようにアルホムラを使いにくくする処置を取ると思ったけど、この部屋あなたが言ってたよりもずっと散らかってるわ。そうだな、あらゆるものの後ろ側を見る必要がある。あ、ルーモスね。結構、ああごめん、あぶね。まあルーモスになったら失敗しても大丈夫でしょう。何度も唱えればいいし。ルーモス、一番初級編の魔法は間違えちゃったな。それなら少しはマシね。それじゃあ禁じられた森に飛んでいくために宝器を見つけられるか探してみよう。何時間だ ?1 時間か。じゃあマックスに休憩していきましょうかね。チョメです。行きますよ。ヒルチの帰りに室を探す。1時間だね。何この上のやつ、気になる。よく調べよう。これは気になる。宝器じゃないけどな。時々中世のあの時代にホグワーツに通うってどんな感じだったんだろうって考える。昔も今も変わんないんじゃない、ほうきだったら。じっと見る。これを生徒に使ったりしないよな。え、なになに、拷問道具なんかなこれ。あ、拷問道具だね。この、これ、中入ってないだろうな。ここに生徒の記録がある。は、ゼブルス・スネープのものだ。このバケツ、あ、これほうきっぽいな、でも。掃除するほうきっぽいんだけど。ヒルチはこんな汚れも掃除するのか。まあ、このほうき持っていったらすぐバレるよな。あの鎖は何のためだと思う？上のやつね、拷問だろう。ラベルを読む。没収、かなり危険と書かれている。うわくまなく探す。あ、この下とかありそうだよね。あれはトランプか？トランプ？トランプって聞いたら遊びのトランプよりあっちのトランプのことを思い、頭に思い浮かべてしまうんだけど。大統領の方ね。あまり政治とか経済、政治とか宗教の話はしないからね。荒れちゃうから。怖い怖い。ここにある宝器はどれも半分に折れてる。黒い子の一件の子。あと、フィルチが折ったのかもしれない。え？折るの？折れるの？そんなに簡単に。ああいう人だから持ち主に対する嫌がらせのためだけに折ったと思うわ。ひどすぎだろ。どうしたらいいのかしら。人のだぞ。せっかくこの部屋に入ったから全て調べましょう。まだ探していないのはあの鍵のかかった引き出しだけだよ。アロホモラで開けるか。久しぶりだね、アロホモラ。アロホモラ。アロホモーラになってたよね、最初。アップデート前はね。でも実際、アロホモーラが正しいみたい。ほうきは見つからなかったけど、こっちの方が重要かもしれない。信じられない。え、何が見つかったの？気になるんだけど。何を見つけたの？また黒い羽ペンを見つけたよ。僕の兄さんが持ってたやつみたいだな。あ、じゃあ、解こうよ、また。フィルチが戻ってくる前に、こっから出た方がいいわ。僕の兄さんの部屋に行って、この羽ペンに変身術がかけられているか調べよう。今すぐ、あ、まあそっか、戻った方がいいか。また暗号化されたメッセージだった時のために、ローアンにも来てもらうように言うよ。うん、それが正しい。じゃあ次行こっか。あー、ローアンちょっと時間かかるな、あなた。黒い羽ペン、わかりました。じゃあ、ね、少々お待ちを。